マーシャルタウンは、アメリカ合衆国アヨア州の中央部マーシャル軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。2010年の国勢調査では、人口27,552人で、2000年の26,009人と比べて5.9%の増加だった。ヘンリー・アンソンのマルタコや跡を示す、名盤現在マーシャルタウンとなっている場所に最初に入ったヨーロッパ人は、 ヘンリー・アンソンだった。1851年4月、アンソンはアイオワでも最も可愛らしい場所と表現したところを見つけた。アイオワ側とリンクリークの間の高台にマルタ小屋を建設した。現在のメインストリート西112にある名盤は、その小屋のあった場所を示している。1853年、アンソンは以前に住んでいたミシガン州マーシャルにちなみ、 その町をマーシャルと名付けた。1862年、アイオワには、ヘンリー軍にすでに、マーシャルという町が存在していたので、町の名前をマーシャルタウンに変えた。アンソンは、ポタワトミ族州長、ジョニー・グリーンの助けを得て、初期開拓者がこの地域に泊まる、よう説得できた。1850年代半ば、アンソンは、軍庁舎のために土地を寄付した。住民が、 建設費を寄付で集めた。1863年、郡庁所在地という肩書が、それまでのマリエッタからマーシャルタウンに移された。マーシャルタウンは成長を始めた。1900年までに人口は1万人になっていた。電気のフィッシャーコントロール、空調機器のレノックスインターナショナル、建設機材のマーシャルタウンカンパニーなど多くの企業が発展を始めた。 アドリアン・コンスタンティン・キャップ、アンソン・アドリアン・コンスタンティン・キャップ、アンソンは、ヘンリー・アンソンとジャネット夫妻の息子であり、新しいマーシャルタウンで生まれた初のヨーロッパ人の子供となり、今日でもマーシャルタウンの第一の息子と呼ばれている。アンソンは、メジャーリーグベースボール選手となり、1939年にはアメリカ野球伝道入りした。現役時代には、最大級に、 偉大な選手とみなされ、最初期のスーパースターになった。野球は、マーシャルタウンが1800年代半ばに成長するに、つれて人気を獲得していった。アドリアンの兄弟スタージスも才能ある選手となり、二人とも、インディアナ州のノートルダム大学校内チームで、プレーするようになった。どちらも町に戻ると、町のチームでプレーした。町の設立者である父のヘンリーと共にチームを作り、 アイオワ州内では最も著名なチームにした。父のヘンリーが三類種、スタージスがガイアの中堅種、アドリアンが二類種となり、1868年にはアイオワ州の選手権で優勝した。1870年、マーシャルタウンは有能なロックフォード・フォレストシティーズと公開試合を行った。この試合はマーシャルタウンが負けたが、ロックフォードの経営陣が アンソンイへの3人と契約を申し出てきた。アドリアンが契約を受け入れ、1871年にプロ野球選手としての経歴が始まった。マーシャルタウンでは野球の人気が継続した。1880年代初期、ビリー・サンデーが街の野球チームでプレーしていた。1882年サンデーが左翼首を務めた、マーシャルタウンのチームは州のチャンピオンである。 デモリンのチームを13対4で破った。マーシャルタウンは後にマーシャルタウン・ヤンソンズというマイナーリーグのチームを作った。1914年から1928年、このチームはセントラルアソシエーションとミシシッピバレーリーグでプレーしていた。マーシャルタウン北緯42度2分30秒整形92度54分52秒。 北緯42.04167度整形92.91444度、42.04167-92.91444に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は19.31平方マイルであり、このうち陸地19.28平方マイル、水域は0.03平方マイル0.08平方キロメートルで、 水域率は0.16%である。隣接する軍としては、北にハーディン軍とクランディ軍、東に多摩軍、南にジャスパー軍、西にストーリー軍がある。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マーシャルタウンの2011年包括的財務報告書によれば、 軍内の使用雇用主は次の通りである。マーシャルタウンで最初の学校は1853年に建設されたマルタ小屋だった。この建物はメインストリートの3番通りと4番通りの間に建っていた。ニアリー・ホキシーが最初の教師になった。1874年、ノースセンター通りの古いビルで高校の授業が行われた。高校生は45人おり。 C.P. ロジャーズが校長になった。1900年以前、サウスセンター通りのアンソン学校が小学校になっていた。この建物は二つの部分に分けられ、一つは一年生から四年生、もう一つが五年生から八年生に使われていた。授業は読み方、算数、綴り方、地理、歴史、書き方だった。上級生は農業と衛生の授業も受けた。 1883年に建てた校舎が1892年に焼けた。新しい校舎が建設されるまで教室はメインストリートで借りていた。1894年9月6日、新校舎が7万ドルをかけて建設された。この校舎は2階建ての教室、地下室、3階には行堂があった。セントルイスの圧縮レムがポーテージの赤さ岩、多く、糸杉。 松の木材を使って建設された。シニア高校は1927年に新しい建物に移された。フランクリン小学校が最初に建てられたのは1913年だったが、後に解体され、同じ場所に同じ名前で建設された。その新しい建物は1990年代初期に建設され、1995年から1996年の 学校年から利用された。現在は400人の児童が通っており、教職員は60人である。レニハン中学校は1965年にカトリック高校として始められた。建設費は77万5000ベドルだった。300人の生徒を受け入れるよう設計されていた。運営を5年間続けた後で、管理者はその生徒に質の高い教育を提供し続けるには、 財政的に不可能なことが分かった。これと同時期にマーシャルタウンの公立学校は中学校レベルで生徒が過剰になっていた。その解決策としてレニハン学校を公立教育学区に売却し7年生から9年生までのジュニア高校として使うことになった。1970年秋に移行が完了しレニハン中学校が開校された。カトリック学校の名前 マスコット及びスクールカラーがそのまま移行された。レニハン中学校にさらにスペースが必要となり、1975年に校舎の東側に6室が追加された。3室は通常の教室、1室は美術室、2室1970年代のレニハン、中学校生徒数は470人台だったが、その後は減少して約400人になった。 1984年、6年生が追加され、生徒数は短期間500人以上になった。しかし、その後も生徒数は減少し、1980年代後半には6年生から9年生までで400人ないし450人になった。1988年春、教育委員会は1989年学校年の末にレニハン中学校を閉鎖すると決めた。 人口が増加しており、ミラー中学校とアンソン中学校の間で平等に資源を分ける問題があり、市内の5年生以上の教育を再編成し、統一することになった。アンソン中学校は学校として閉鎖され、現在は地区の建設及びグラウンズ部を収容している。その閉鎖後に、レニハン中学校は様々な管理機能を果たしていたが、 マーシャルタウンコミュニティ教育学区がそれを改修し、建物はレニハン中間学校となって2006年から2007年の学校年に開校した。アメリカ国道30号線が町の南を東西にバイパスしており、アイオワ州道14号線が町の中心を南北に通っている。自動車専用道のアイオワ州道330号線がデモイントをつないでいる。 マーシャルタウン市営交通がバス便を運行し、またタクシーサービスもある。さらにトレールウェイ、コーチネーションワイドのバス便もある。街の北4マイルに市民空港がある。最も近い商業空港は53マイル南東のデモインにある。ありがとうございます。